この車、今、いくらですか？いろいろつけると360、70ぐらいまでいくかな。ここからスタート。はい、そこを進んでください。中見てもいいですか？はい、どうぞどうぞ。はい、一度エンジンブレーキ踏んでスタートボタン、はい、はい、これですね、はい、はい、こんな感じですね。これはハイブリッドではなくてガソリン、通常のガソリン車です。通常のガソリン車、はい、ハイブリッドモデルもございますけれども、うん、今ここには置いてないですけどね。この車のいいところは、アピールところは何ですか？そうですね、 4WD システムがすぐ手元でこう切り替えれると。 あ、うん、あとはシートが、うん、はい、まあ、多少の雨とか雪の状態でも濡れても、あの、染み込まないシートになってます。この床面のそういう素材も、そう、運転席もそうなんですけど、はいはい、そういった染み込まない素材になっておりますので。ああ、この素材ですね。そうです、そうです。多少汚れたまんまでもお手入れしやすいシートになっておりますね。あとはいろんな安全機能、緊急ブレーキはもちろんついてますし、前後に踏み間違えの防止装置なんかもついております。あと高速道路なんかで使っていただくメインになるかなと思いますけど、はい、コパイロットっていう、あの、追従機能付きの、オートスピードコントロールがついてきます。あ、まあ、グレードにもよりますけれどもね。あ、今のこの車のグレードは XI というグレードがあります。XI ガソリン車の 20XI といいます。排気量は 2000cc になります。 2000cc 排気量。これは今人気の車ですか？人気はいただいておりますね、エクストレイルは。こちらの燃費は1キロなり、1リットル何キロ？おそらく実際に使っとるお客さんの声聞くと、9から13の間ぐらいですね。ここ P はここ、これ駐車ブレーキです。あ、ここ駐車ブレーキですか？はい、電動式になっていきます。この自動運転装置付きのものに関しては、こういった電動式のパーキングブレーキになってきます。あ、だからオートホールドから。あ、はい、これシートの、シートヒーターついてきますね。グレードによってなんですけど、オプションでシートヒーター付け入れたりもできます。うんうん、あ、これ、これスマートルームミラーで、うん、後ろ荷物積んだりした時でしょ。これは後ろですよね。後ろ見てます。普通のカメラモードと通常のこういうミラーモードと切り替えできます、こちらの。え、これ何の便利さありますか？これ後ろが荷物とか人乗って後ろ見にくい時とかに使っていただくのと、うん、夜間なんか後ろも結構くっきり見えますんで、あ、この通常のミラーモードより夜間はよく見えますね。
すいません、ちょっとエンジン1回見せてもいいですか。はい、はい、すいません。はい、はい、すいません。